よおっす、空手日本代表の多田のやかです。多田のさやかです。はい、蹴りでいつもバランス感覚とか頭下げろって言うんですけど、頭下げるとバランスが何崩れる。例えば足上げるとき頭下げると足も上がるんですけど、でも頭下げるほどバランスが難しくなるんです。だからこの片足バランスをしっかり保てるように体幹を作りたいと思います。ちょっと意識としてしっかり頭から上にグッと引っ張られてるようなイメージで、はい、それから左足に体重を乗せていきます。ゆっくりで、ここ引っ張られてる、ずっと引っ張られて、引っ張られた状態のままグーッと垂れてます。こっちの手はちょんってやられてたな、口ちょんたらんとしたら全部だらっとこっちだけそう、今焦ってますね。もう早速手つけようとして焦ってるからこれはなしゆっくりバランス取りながら、だからしっかりここに落とす。で、ここから顔と足両方伸ばす、伸ばしていってタッチしたら伸ばす。で、常にこっち側にちょっとこっちの足に意識で、戻るときも全部こっち、こっちは最後にストンと落ちるだけ。ぐーっと持ち上げて頭から上に、このままゆっくり手は楽にして足を中抜けないように。こんな感じで体幹意識してで頭を下げるっていうのを練習すると、だん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 これ楽にできるようになってくる。こうやっぱりどっちかが偏るとどっちかに行っちゃうから、そう、ピッてピッピッピッみたいなこことね、ここがバラバラになるともうそうこのままの。で、こっちの足は外向けた方がやりやすいです。外向けるんだけどお腹はまっすぐで、このままで、キープできる場所が絶対あるからそこを見つけてください。で、そこ見つけたらもう勝ち。だから例えば構えてで、バランス取れる場所にすぐ行けることがすごく大事。こっからここにすぐ乗る。そうすると両方にちゃんと矢印が行ってるので、ここでキープして蹴ることができる。なのでもう最初の段階としてはこれ、タッチして戻る、タッチして戻る、これを皆さんチャレンジしてみてください。はい、今日はもうじゃあ蹴りの超基礎、蹴りをやる前段階、あとは蹴りがいまいち高く上がらないなとか頭が下げられないな、くの字になっちゃうなって方にすごくいいエクササイズだと思います。皆さんもやってみてください。はい、はい、今日の動画が良かったよって方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ではバイバイ。バイバーイ。